僕の輝かしい未来を照らしているようにも思えた。こんにちは、Our Life Japan and China のチンムーと申します。自分は中国の女性と2006年に結婚し、国際結婚歴が14年になる純正ジャパニーズです。本日なんですが、私が中国との関係を深めた約20年前の話を朗読していきたいと思います。これは当時の日記や会社に提出していた日報などをもとに再編成し振り返ったものとなっています。短期間に変貌した中国ですが、一昔前の懐かしい中国に会えると思いますので、ぜひ聞いてみてください。さあ、第2章の幕開けだ。出発前に常務からかけられた言葉が印象的だった。2002年10月6日、僕は中国へ旅立った。まさにこの日から僕の人生の第2章が始まったのだった。僕は1997年に新卒で食品関係の会社に就職した。その会社には中国やベトナムに生産拠点があり、営業マンをやっていた頃にもお客さんを連れて何度か中国に訪れたことはあった。なので中国はとても刺激がある興味深いところだとは知っていたが、営業マンとしてお客さんと行くのとは違い、これからは工場の生産側の立場として行くわけで、お客さん扱いされるわけがないことは覚悟していた。上野からスカイライナーに乗って後輩の長谷川と成田空港へ向かい、中国北方航空に乗り込んだ。長谷川は中国工場で1週間ほど製造について研修を行い、ロンドン支店に転勤となる男だ。無事に飛行機には乗ったが、見るからに古めかしい機体で、おそらくどっかからの中古品だろうと思わせた。音楽を聴けるイヤホンもなかったが、何よりもテンションを下げさせたのは、自分の座ったところのリクライニングが壊れていたことだ。空の上の旅路の2時間半、僕は背中をシートに寄りかからせることもできないでいた。これだけの座席があるのに、なんで自分のところが壊れてんだ、という思いで運のなさを嘆いた。ただ、エコノミーなのにスリッパが用意されていたのには少し感動した。16時頃に大連に着くと、出口のところでパンさんが迎えに来ていた。パンさんとは、我々の大連事務所の運転手をやってる人だ。空港から2時間半ぐらい車で走ったところに工場があるのだが、営業マンとして中国に来ていた頃には毎回このパンさんが迎えに来て工場まで送ってくれていた。僕は営業の頃と変わらない対応なんだなと思っていると、何やらバスターミナルのようなところへ連れて行かれた。え？一人30元？お金がない。今日は日曜日だったこともあり、普段換金している大連空港では換金ができないでいたのだ。パンさんもパンさんだ。お札1枚振りかざし、俺も2元しかないと笑ってる。待てよ。よく考えてみると、以前中国に来た時のお金があるはずだ。カバンの中を必死になって探すと、80元ぐらい出てきた。長谷川と2人でバスに乗り込み、切符に書かれた座席番号を探した。 A の7 A の8、 ん？すでに他の人が座ってる。僕は長谷川にチケットを見せ、声は発せず目だけ大きく見開いた。長谷川は苦笑いしたが、言葉が喋れないということもあったし、日本人がここにいると周りから悟られたくない気持ちが少しあり、そのまま一番奥まで進み、最後列の座席に陣取った。ただ、バスが出発するまでは、小心者の僕はドキドキしていた。この最後列の座席番号を持った中国人が来て、自分たちに、お前らなんで俺のとこに座ってんだ、とイチャモンでもつけられたら、どんな対応をしようかと考えていたのだ。言葉がわからない中で、自分たちの身の潔白を証明し、さらには本来自分たちの座席であるところに座っている中国人を立ち退きさせねばならない。心配性の僕はお客がバスに乗り込んでくるたびに心拍数が上がっていた。ただ
バスに乗り込んでくるお客を見ていると、チケットと座席番号の照合もせぬまま適当なところに座っているのに気がついた。中国ってこういうところなんだと心の中でつぶやいた。バスが走り出した。大連の街は自分には茶色に見えた。道が舗装されず、土がむき出しになっているところも多かったし、至るところでレンガの瓦礫の山を目にし、さらにはまぶしげに夕日が照らしていたこともあって、全体の色が赤茶色に映って見えたのだ。バスは夕日を背に走っている。僕の輝かしい未来を照らしているようにも思えた。バスが目的地の街に着くと、タクシーやバイクやらの客引きがどっと押し寄せた。僕らがしかとしていると、なんで何も言わねえんだと騒いでいる。まあ中国語のわからない僕は雰囲気でそう言っていると受け取っただけなのだが、そこへ顔見知りの背の高い工場の運転手が来て、こいつらは日本人だと言って僕らの荷物を車に運んだ。インさんだ。このバスの終点から工場までどうやって行こうか心配していたが、迎えの運転手を手配してくれていたようだ。助かった。こうして僕の中国赴任初日は荷ほどきのみで床に着くことになった。